矢沢愛先生の人気漫画7。今回は匠とノブの対決シーンと、なぜハチは匠を選んだのかについて考察します。707号室の麻雀大会に、蓮は匠を連れてきます。地元でのトラネスの評判についてノブは話します。すげえ歌の上手い女がいるって。それを聞いて、匠は少し切れ気味に言います。歌だけかよ。蓮はノブに言います。気をつけろノブ。匠は凶暴だぞ。匠はノブにとっては少し怖いお兄さんというイメージで終わります。トラネスのツアー打ち上げに参加するノブと新。楽しい時間もつかの間、匠が麻雀大会の次の日に、ハチと関係を持ったことをみんなの前でバラします。匠は悪びれずに言います。別に無理やりじゃねえよ。尻尾振って喜んでたよ。それを聞いたノブが、匠の胸ぐらをつかみ殴ろうとします。匠は言います。大切なツアーの打ち上げだ。ぶち壊すな。ノブは手を離し、帰ろうとします。あっけに取られている匠に新は、グラスに入った水をかけます。お疲れ様。水をかけられた匠は切れながら、蓮に言います。ノブに伝えとけ。女くどく度胸のないくせに、俺と張り合うなんて100年早いって。匠はそのままどこかに消えます。匠はその足で蜂の家に行きます。女絡みで面倒なことは嫌いな匠ですが、ノブが蜂のことを好きだと知り、何か焚きつけられるものがあったのでしょうね。匠と蜂はまたもや関係を持ちますが、しばらくすると音信不通になる匠に、蜂は愛想を尽かします。ハチはデビュー前のブラストのスタジオの練習に毎日通い、帰り道は毎晩ノブがハチを家まで送っていました。このままノブの彼女になれるかも、と淡い期待をしていたハチ。ある晩、匠が来ていることに気づいたハチは、とっさにノブを返そうとしますが、匠とノブは鉢合わせします。匠はノブを見て、なんだお前か、と言い、ノブは怒りで赤くなります。匠は蜂を肩に抱き寄せながら、送ってくれてどうもね、とノブに嫌味っぽく言い、ノブは傷つきながら帰ります。蜂はノブを傷つけたことを気にしながらも、この日は匠と関係を持ちますが、その後、結局ノブと付き合い始めます。ノブと付き合ってる時に、蜂の妊娠が発覚。状況的にお腹の子供の父親は匠だと、蜂は考えます。蜂の妊娠を知った匠は、蜂の携帯からノブに電話をします。匠はノブに言います。ナナに子供ができた。どっちの子でもナナが産みたいなら、俺は認知して面倒見ようと思うんだけど、お前はどう思う？ノブは匠の問いに答えることができずに、蜂の家に来ます。ベッドで泣いている蜂にノブは聞きます。あいつと切れてなかったのかよ。ノブは蜂と匠との仲を疑って、蜂を責めてしまいます。蜂はノブが帰った後に、純子たちに妊娠のことを相談に行きます。匠は蜂の家に残されていた。ハチとノブのツーショットのプリクラを見つけて嫉妬します。匠は一人でつぶやきます。そんなにあいつが好きか。匠とノブが対決するときは、毎回匠の圧勝ですが、匠はハチの気持ちがノブに向いていることに、強い嫉妬心を覚えているようです。蜂が匠の方を選んだ理由で考えられるのは、次の4つです。1、お腹の子供の父親は匠の可能性が高い。2、ブラストデビュー前にノブの負担になりたくなかった。3、妊娠発覚時に一番優しくしてくれたのが匠だった。
4、経済的な安定。それぞれ解説していきます。1、子供の父親は匠の可能性が高い。8はほぼ同時期にノブと匠と関係を持っていました。でもノブは8を大切にしており、妊娠しないように対策をしていたので、おそらく子供の父親は匠だろうと、8は考えています。2、ブラストデビュー前にノブの負担になりたくなかった。ブラストはまだデビュー前で、もしノブが結婚したら、バンドの人気に影響が出る可能性があります。8が妊娠のことを相談しに行った時に、純子もこのように言ってました。ノブは7のために実家の旅館を継ぐと言いかねないよ。8はブラストの成功を祈って、ノブから身を引いたのもあると思います。3、妊娠発覚時に、一番優しくしてくれたのが匠だった。8の妊娠が発覚した時に匠は、8の手を握り励まします。父親が誰でも母親は間違いなくお前なんだから、しっかりしろよ。後のモノローグで8は、あの時の匠の言葉に救われた、と言ってるので、ここが8が匠を選んだターニングポイントだったと言えるでしょう。4、経済的な安定。当時、8は日雇いバイトでつわりで仕事も行けない状態でした。また、ブラストもまだデビュー前でノブもバイトを掛け持ちをする身でした。そのような状況で、人気バンドで金銭的に余裕のある匠にプロポーズされたので、8が断る理由はありません。その後、8と匠は結婚、ブラストはデビューが決まります。ブラストメンバーは司会の寮に入り、ノブはそこにいた AV 女優、ユリと付き合うようになります。ノブの彼女、ユリが AV の仕事を辞めたい、と言って仕事をボイコットして行方不明になった時、ユリはノブに会いに、ホテルの部屋まで来ていたことがわかります。ノブは、お金が用意できればユリは仕事を辞められる、と言いますが、ヤスは反論します。金があれば解決する問題じゃねえだろ。仕事を辞めてもビデオは残るんだ。それを嫌がる男と一緒にいても、あの子は追い詰められるだけだ。なんで奈々ちゃんが匠を選んだか、もう一度よく考えろ。ヤスは、ありのままのユリを受け止めてやれ、とノブに言いたいんですね。ノブは女性に理想を抱いている部分があり、8は妊娠発覚した時に、自分の弱くて汚い部分をノブに見せることができずに、匠を選びました。前に8のモノローグで、このような言葉がありました。匠は私が空っぽなのを知ってる。私は匠がどうしようもない男なのを知ってる。匠だけが、こんな私を許してくれる共犯者みたいだ。後に8は、匠はありのままの私を受け止めてくれたし、と妊娠発覚時に、手を握ってくれたことを思い出しています。ノブは8が自分を選ばなかった理由がわかったのか、ユリに仕事に戻るように説得します。ユリの弱い部分を受け止めた上で、自分も一緒にユリを支えると約束し、ユリの仕事ボイコット事件は解決します。レンが事故で死んで身元確認をする際に、匠とノブが遺体安置所に入ります。レンの死に顔を見て、ノブはとっさに顔を背けて泣き崩れたのに対し、匠はそのままレンの死に顔を直視していました。匠はレンを見ながらつぶやきます。まるで手をかばってるみたいだな。レンの手は全く傷ついてなかったことを言っています。その言葉にノブは振り返ります。犬猿の中の匠とノブが一時休戦したように思えたシーンです。匠はその後、他のメンバーには、顔は見るな。と止めています。匠は自分の母親の葬儀でも喪主をしていたし、どんなに辛い状況でも自分を保つことに長けています。淡々と蓮の葬儀の段取りをこなす匠を見て8は、匠にとってはこれも仕事なんだ、と自分に寄り添ってくれない匠に冷たさを感じ、代わりにノブの優しさに甘えます。
蜂はその時々で、一番優しくしてくれた人に惹かれます。蓮の葬式の時は、ノブが自分に寄り添ってくれたので、ノブの方に気持ちが動いています。蜂が匠を選んだ理由は、妊娠という人生の最大の決断の時に、一番自分に寄り添ってくれたのが匠だったからでしょう。今回は、匠とノブの対決シーンと、なぜ蜂は匠を選んだのかについて考察しました。この動画では7の考察動画を投稿しています。よかったらチャンネル登録をお願いします。